はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、本日も YouTuber の月収のお時間がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。えーっとですね、私、最近あんま動画撮れてないな。あのね、YouTube やってる人が見たらね、この動画全然凝ってないんですよね。もうすぐ撮れる。まあ、例えば10分の動画だったら、まあ、10分長すぎるんだけどね、私、大体10分以内には収めようと思ってるんですけど、えー、10分以内には収めようと思ってるんですけど、 10分未満の動画撮ろうと思ったら、まあ10分15分あったら撮れてしまうんで、やっぱちょっと、なんか忙しいんだよな。あの、えー、っと、今日はね、えー、っと、あれずっと見てましたね。えー、っと、いや、えー、なんだったっけな。なんとか音楽祭。出てこないな。あ、あれだ、スカパ音楽祭だ。 それで寝落ちして今撮ってるんですけど、まあそのなこど,どうでもいいですね。あとね、あのな、なあのー、キャプチャーしないのって思う人いるんですけど、全画面、ちょっと広い画面できないっていうのと、まあまあできるかどうか試してないだけなんで、あとね、カメラに、カメラを撮ろうとしてね、えー、っと、その矢先にこのネタが舞い込んできたんで、まあしょうがないっていうんでね、まあ自分の都合で勝手にキャプチャーをしてるだけでね、カメラ今度、 回していきたいなと思ってるんで、その自分の都合であのカメラをやってるだけです。だから、あの、なんていうの、これテレビですね。これテレビで、んで、なんだろう、使ってないノートパソコンをつなげてるって感じなんですよね。まあ、その感じです。それ始めてきますね。えっ、ー、と、説明いきます。今日は、えっ、ー、と、妄想グルメさん。妄想グルメさんですね。この人はね、あの、もう、金がね、あの、噂には聞いてた。あの、いろんなね、ランキングの動画とか見てて、妄想グルメさんはもう、 その時から知ってましたね。見たのは初めてですけども。えー、と、初めまして、妄想グルメです。えー、妄想グルメは日常系ファミリーチャンネルです。ほう。日常系ファミリーチャンネル。子供作ったお菓子やキャラ弁、買ったおもちゃや行った場所などを撮影している日本普通の家庭の日常生活動画です。あれあ、料理動画というわけではありません。 やっぱこういうの見ないとダメなんだよねえー、時々、えー、瞑想グルメ暴走グルメになります最近はちょっと減点回避中です詳細は活動歴まとめをご覧くださいご連絡妄想グルメフェイスブックのメッセージまでお願いいたしますよろしくお願いしますということですねまあでも、えー どううなんでしょうね私が見させてもらった感じなんですけどもちょっとどうえっ、ー、と食べ物系でしかもちょっと大きく作り変えるとかそういう系ですよねだからそれから考えたミニチュアスペースさんとちょっと似てるかなミニチュアスペースさんも一応料理をミニチュアで作ってるらしいんであのミニチュアの なんだろう、家具とかそういうのを作ってるわけでもないけども、作ってますよね。で、あの人も一応料理がメインなんで、まあよく似てるかなって感じですね。はい、こんな感じでしょうか。あのね、あの、私、これ、どうやってね、知らない人をね、トップ YouTuber 失礼のないように説明しようかなと、説明しなきゃいいんだというのね。これ見てる人はね、全員知ってるんだから。ということで、あの、とっとと行きたいと思います。えっ、ー、と、あんま長くだったらね、あの嫌でしょまあそれはね、 わかります。わかります。えっ、ー、と、アップロードが1380。これ素晴らしいですね。もう、長いことや、ね、だいぶやられておりますね。えっ、ー、と、サブスクサイバーの登録者数ですね。100、1000万、10万、100万ですから、262万ですね。あの、一応、登録者数順にはやってます。登録者数順にはやってます。あのね、非課金、正金、正金じゃない、ヒカキンとかはじめ社長クラスの、あのー、 視聴回数の人があの下にも見えていますんでね。また、あと2日後、3日後ぐらいかな。もうやりますんで。えー、っと、まあ、元に戻りましょう。えー、っと、えー、っと、ビデオビューランキングですね。えー、1時100、1000万、10万,万、100万、1000万、1億1 0億、1あ、13億再生ですね。素晴らしいですね。にカントリーは日本。日本しかやり、の人しかやりません。えー、っと、チャンネルタイプ。この人は、 ハウトゥーですね。ハウトゥー。こういうのもね。あの一応、紹介しとかないと。あの、やっぱ紹介する人によってね、ちょっとチャンネルタイプ変えないといけないんで、ね、まあ、こっちの話ですけど。2009年、ジャンはジャンは何ですかあの、ラファエルのマネージャーですかえわかんない。あ、1月1月1月。はい1月、1月23日からですね。2009年というか、あ 実は私も2009年チャンネル作ったんですけど、どうでもいいですかあどうでもいいですね。すみません。あ、トータルグレードはもう B ですね。もうここら辺から B なんでしょうね。で、えー、っと、サブスクラーランキング、全世界の、えー、登録者さんランキングが2529位の、ビデ,ビデオランキングが全世界で1307位の、ソーシャルブレイドランキングはちょっと知りません。これは30、最後の30日間の表示ですね。 まあ、要は30日間の視聴回数ですね。ああ、先月とは変わらないっていうことですか。で、登録者、最後の30日間の,の加入者ですね。加入者が、えっ、ー、と、ちょっと減ったかなっていう感じですか先月に比べて。えっ、ー、と、月収です。月収行きましょうかね。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、これ1000です。で、これ万ですから、47,200ドルっていうことは、 そうですね。合ってるよね。1000万でしょ。4万7200ドルっていうことは、472万円。最高でね。一月472万円入ってくるよっていうことで。で、3K っていうのは3000ですから、3000ドル、3000ドルっていうから、30万。30万は最低入ってくる。もう、もうこれが普通じゃねなんかおかしいじゃん。億とかさ。な例えば一月3000万入ってくるとかさ。本当におかしい。そんな事業ってさ、あ、すげえ。 すげえ、そんなボロいっていうか儲かる仕事があるんだっていうぐらいでしょう。YouTuber だからもう本当に儲けすぎだよね。だから全世界でちょっと、金の流れ変わりつつあるよね。で、これ、あ、もう絵もなくなりましたもんね。それで当然ですよ。これ、これが1000ですね。1000です。万、10万だから、56万、56万6900ドルですね。56万ですから。 5669万円えっ、ー、と、ドル円100円計算でね。まあ、それでもいいんじゃないですか。だからもう奥とかがおかしいんだって、あれ。本当に。それ一戸建ての家でも住めるよ、帰るよ、そんなの。これが、えー、っと、これ1000でしょえ1000、ー、ですね。千五千5000の3万5000、 えー、400ドルだから、354万ですか最低354万を配用。でも、354万っていう、こんな人いっぱいいるからね。354万ってでも、少ないのかな多いのかないや、そんな少なく、少ないと思わないけどね。354万ってでも、 知り合いでそれ以下の人間いっぱいいるけどね。まあまあまあ、そんなのとてもいいです。えー、あ、ええー、1.9が最高ぐらいです。2週行きましょうかね。えー、これが、えー、1000ですね。1900ドルですか。1900ドルだから、19万。お前がで言ったら19万。で、えっ、ー、と、116ドルは入ってきてるっていうことですから、えー、1万1600円。まあ、あの、ドル円100円計算ですけどね。 それぐらいはまあ入ってきているよっていうことですね。まあでも、そうこれぐらいでもう大成功したと思うけどね。だから奥声がおかしいんだよ、本当に。あ、登録者数とかちょっとなんかね、右肩下がりで、こっちが、えー、何ですか、視聴率の、こっちが、あの、登録者数ですね。まあたい比例してますけどね。 でも、拾いしてない人いるじゃないですか。あのー、何だったかな。あのー、え誰かいたでしょえー、っと、ジュンズ・キッチンさん。あの人は全然比例してないしね。それとか、まあまあ、あのー、こんなに基本的には比例するけど、全然比例しない人もいるよっていうことですね。えー、っと、次はですね、余熱原子さんですかミュージシャンの。 その人をやっていきたいと思います。それではですね、また検索に引っかかることを心よりお待ちを申し上げております。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。